AKB っぽい、そう可愛いでしょ。いやこれねちょっとねやらかした、あのなんかオンラインだと全身見えないからこれリアルで着ればよかったかなって思ったんですけど、まあでも今日みんなが皆さんがたくさん褒めてくれたんでいいことにしましょう。お疲れ様。ちょっとねショールームが若干久しぶりなんですけど、お元気ですか皆さん。ちょっとね個人的にはめちゃくちゃバタバタしてたんですよ。そうメール送ってくれたから丸そう大体メールでね、私の近況はちょっと送ってたりしてたんですけど、あの配信での配信ではねあんまり言ってなかったんで。そうなんですよ、グリーンアリーナのねコンサートがあって、そのねリハとかやってました。で昨日は本番が昼夜ユムニーさんの卒コンがあって、で今日はオンラインお話し会でした。なんで結構割と怒涛の1週間ぐらいだったんですけど、今日のお話し会では皆さんがね卒コンの感想だったりとか言ってくださって嬉しかったです。ありがとうございました疲れ様です。いやめっちゃね疲れたね疲れたね。なんか自分結構あんまりね覚えることが苦手で、そうなんですよ本当にね、なかなか覚えれないタイプだから、覚えれるまでちょっと配信するのやめようって思って、そしたらなんか本当に本番まで全然できなくて、なんとかなんとかって感じなんですけど、本番ではなんとか無事成功しました。そうなんです、風邪ひいてしまわれた。風邪はひいてないんですけど喉がめちゃくちゃちょっと今やられてて、なんかカサカサかもしれないです。まああんまり気にしないでくださいな。そうなんですよ、まあ卒コンの話もちょっとしたいなとは思ってるんだけど、結構ショールームあまりやれてなくて、話題がね話の話題がめっちゃ溜まってて、まずなんですけど、あの君は何を公開するのかのミュージックビデオが公開されたんですよ。皆さん見てくれました？なんかね今日お話し会でもう130万回再生いったよみたいな言ってくれて、自分はまだ1回2回しか見てなかったから、あそうなんやと思って、あの見ました、さっき見ました。そう瀬戸内奈良県で撮影してるんですけど、私は岡山県で撮影してます。なのでロケ地巡礼する予定。嘘すごい、結構大変だと思うけど、私はあの岡山県で撮影しましたなんかね結構珍しい配信なんていうの撮影の仕方っていうか、なんかねその瀬戸内奈良県で一人一人ソロ撮影だったんですよ。でなんかでも撮影の日程は3日間ぐらいって決まってたから、なんか何チーム3チームか4チームぐらいに分かれて、ダンスの先生も3人ぐらいがその各地に散らばってくれて、私はあの振り入れをした次の日かな、次の日に愛媛に行ったんですよ、船で何人かで。で愛媛に行って愛媛でメイクして朝7時ぐらいに車両に乗って、で愛媛でマイキューが撮影するんですけど、それをずっと待ってて、
で車でマイキューが戻ってきて、 車でこう移動して、で次は香川で泊まって、で香川で今度あかりんさんがその車両から降りて、あかりんさんが撮影して、あかりんさんが戻ってきて、でまたこうやって車両で移動して、で今度岡山で私の撮影して、でまた踊って、で次にパセリがまた岡山の公園かな、公園で撮影して戻って、で車で広島まで着いて、で広島の現代美術館っていう美術館があるんですけど、そこに夜集合して、そういう流れでが、私たちの車はそういう流れで、他の車両からもこうやっていろんなとこで撮影して、で夜にそれが現代美術館に一個に集まるっていう、すごいなんか別稼働舞台だったんですよ。で監督さんはチームに、私のチームにいなくて、広島かどっかで撮影してたんですけど、なんか YouTube ライブみたいなでこうカメラをつなげて、それを見ながら監督さんがこうリモートの指示でするみたいな、だからその YouTube なのかな、なんかこうライブ配信を見たら、他のその徳島とか兵庫とかで撮影してるメンバーが見れるんですよ、そのカメラが。すごいハイテクっていうか、なんかすごい、そう同時進行にいろんなところで撮ってて、最終的になんか広島で集まって、まあなんか気分的にはワンピース、私はワンピースをあまり見たことがないんですけど、ワンピースのあの2年後になんとか島でみたいな、こうバラバラにルフィとかナミとかゾロとかがこうバラバラになって、なんだっけ、ジャンボなんとか島みたいなのに2年後に集まるみたいな、気分的にはそういう感じでした。そんな感じで、あの現代美術館で撮影しました。ワンピース今 YouTube で全部放送してるね、なんかずっと流れてるよね。シャボンディ諸島だって。そうなんです。で広島の現代美術館でダンスシーンを撮影して、本当に怒涛の、だから MV を見るまではその自分たちのチーム以外がどういう動きで撮影したのか全然知らなくて、今ね YouTube の方になんか初見リアクションみたいなのが、 MV 初見リアクションみたいなのが公開されてるんですけど、そこで初めて見ました。そうなんです。なんで皆さんぜひぜひちょっとね、今までにない撮影方法でソロダンスとかもしたので、ぜひぜひぜひ見てみてください。オフショットないの。オフショットはね、個人ファンクラブの方にね載せてるので、すごいね、あの特定しやすい場所が載ってるので見てみてください。そして昨日の卒コン、ゆめりんさんの卒業コンサート、広島グリーンアリーナ、ありがとうございました。なんかね、今日のお話し会でも、まあ、昼だけとか夜だけとかもあったし、昼夜見てくれたって方も、ショールームの配信で見てくれた方もいらっしゃったんですけど、くもありがとう、すごいありがとうございました。なんか今ねアーカイブでも見れるっぽいので、ぜひ何回でも見てください。なんか卒コンを一部二部であるのってなんかあんまりないじゃないですか。だからすごいいいなって思いました。ね、ちょっとお水飲もうかな。失礼します。
よいしょ。お水のキャップを見せていただきます。キャップサービス。卒業コンサートね。なんか STU ではフーさんしかまだやったことなかったんですけど、ユミニーさんもあり、うん、よかったですね。すごいね、卒コンがグリーンアリーナっていうのもすごいね。なんかセットリストとかなんか全部ユミリンさんが決めてくれたみたいで楽しかったです。人数が多いから覚えることが多くて大変でした。本当に限られた時間だったけど、みんなでよくやったなって感じがします。ユミリン全曲出た。え、多分全曲出てるんじゃないかな。ユミリンさんずっと出ずっぱだった気がする。そう、 AKB ブロックとかユミリンさんのなんていうの、参加したシングルの楽曲とか、ユミリンさんの STU のセンター曲とかを全部やったって感じ。私はね、失恋ありがとうとね、ジャーバージョンをね披露しました。あと11月のアンクレットとかもやりました。嬉しい、できて。あと日向坂さんのキュンキュンとか。AKB ブロック2部は AKB ブロックがありました。キュンは意外だった。そう、キュンはね、歌番組では披露したことあるんだけど、ファンの方の前で披露したのは多分初めて。11月のアンクレット、改めて歌詞がいい。そう、11月のアンクレット。よいしょ。結構本当にいろんなメンバーでいろんな曲をやりましたよ。またできたらいいな。君の名は希望、いい曲ね。君の名は希望も歌いました。葵さんのピアノで。もう葵さんのピアノは本当にすごかった。なんか楽譜が届いたのがめっちゃ遅かったらしいんですけど、もう葵さんがずっと練習してた、してて、なんかもう夜1時にアラームをかけて、夜1時から起きてピアノの練習をするしてたらしくて、もう本当にすごい、もう本当にめちゃくちゃ尊敬。ストイックで。自分も練習しなきゃっていう気持ちになって、もう夜ねずっと踊ってた。立ち位置覚えたりとか、
もう最近はずっとね、なんて言うんだろう、もうなんかなんて言うんだろう、あの栄養ドリンクみたいなのを毎日毎日飲んでて、でもその飲む毎日は今日で終わりだからとりあえずはまたオフになったらゆっくり休もうかなと思います。ちょっと今声がガラガラすぎてさ、変な喋り方になってるんだけど、うん、みんなの努力で完成した卒コンだったんだね。まあね、そちらの方はね、今ねブログ書いてて、卒コンについてはまたあげようかなって思います、ファンクラブで。今ね今日ずっと書いてたんやけど、まだ書き終わってない。で明日はリネタンの生誕祭とアンピーの卒コン。今日ねお話し会終わった後にアンピーの卒業コンサートのレッスンがあってやってきたんだけど、もうなんかアンピーがちょっとでもみんなに注目される瞬間がある、卒業コンサート卒業公演の主役だから、ちょっとでも注目された瞬間があるともう本当にみるみる顔が真っ赤っかになってて、もうそんなアンピーを見れるのも今日で最後なんだなって思うと悲しい。誕生日だしね、アンピー今日。おめでとうアンピー。明日はねチーカーマと送り出したいと思います。そしてあのうつびりねの生誕祭はめちゃくちゃ、去年もめちゃくちゃ楽しかったので今年も楽しみです。泣いちゃったって、そう泣いちゃった。明日の2公演頑張る、頑張ろう。高低差激しそう笑って泣いて、確かにそんな一日になりそう。悲しい、もうアンピー卒業しないでくれ。もうお決まりの癒しが、最近アンピー可愛いしか喋ってないずっとアンピー可愛い、アンピー可愛い。スキピです。悲しい。次の癒しは見つかりそう。そんな乗り換えれるようなあれではないんだけど、前髪がめっちゃ散らばってる。乗り換えれるようなあれではないんだけど、この間あのリア中と喋りました、お決まりで。なんか結構好きになるタイプっていうか、気になる子のタイプが被ってる感じで、で二人で行って、リア充って顔めっちゃ大人っぽいのに、なんかその年齢の割には大人顔、大人顔なんですけど、なんか結構甘々、態度は甘々で、あーみたいな、あー恥ずかしい嬉しい、あのでも私たちはどんな大物芸能人だと思ってるんだろうみたいな、感動みたいな、絶対そんなことないやろって思ったんですけど、ずっとこのこういうめっちゃなんか可愛い甘い、なんか砂糖みたいな性格、性格っていうか、まだそんなに性格を知ってるわけじゃないけど、話しててなんかもうお砂糖みたいな 対応してくれる、すごい可愛い子です。うん、みたいな可愛い、うん、なんか意外に釣り師な気がする。
最近のねちょっと好きですね。もう今日髪の毛めっちゃ散らばるんよね、前髪が。あー散らばってる、散らばり前髪。でもずっとイジイジしてたら気になりますよね、皆さんが私の手元に。もういじらんとこ、こういうとこ前髪映さないスタイル。タバカン違うよ、さっきまでねあのバケハがかぶってたから、あの外帰るときそれでぺったんこになってね潰れたんですよ恥ずかしい。なんかちょっとこれキラキラじゃないですか、ちょっとベレー帽なんかちょっとこれで帰るのはちょっと恥ずかしいなと思って、これはちょっとねお話し会用すごいショールームの10周年のギフトが、ショールームって10周年なんですねそのうちの多分5年ぐらいは携わってる気がします、うん、おめでとうございます10周年ファンレベル上がった、上げてこう。10年前何してた。10年前は今23だから13歳だから中学校2年生かな、2年生か中1かな、どっちかだと思う。多分中2。JC を希望。若い。まあ当たり前に。あのね。あのめっちゃ覚えてるのは音楽の授業でなんかミュージカルを見る授業があって、それで天使にラブソングをの2から見たんですよ、1じゃなくて。で2から見て、その劇中歌のオーハピーデーをあの学年のなんか文化発表会みたいので披露することになって、あの有名なあの曲を。で「オーハピーデー」の指揮者になりました「オーハピーデー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 」なのに、そのやっぱ中学2年生っていう多感な時期だから。あんまりちゃんとは歌わなくて、みんながなんか本当に一部の真面目な子がめちゃ頑張ってくれて、男子は歌わないみたいな。で私はなんか学年で2人指揮者で、なんか人数多いからこっちに指揮者1人とこっちに指揮者、上手と下手に1人ずつ指揮者がいたんですけど、頑張ろうねって言ってたのに、前日まではもう一人の指揮の子が絶対ずり休みしてみんなの前で立つの嫌だから、私一人がセンターに立って指揮することになって、もうめちゃくちゃ恥ずかしかった思い出、思春期おきぽの。そう懐かしい。絶対ずり休みなんですよもうそれだけは分かってるんです。中学生男子って歌わないのね。歌わないけど、うちは女子も歌わんかった、本当に。なんかもうすれたがすれ中学生ばっかりやった。歌う子、男子も女子も歌う子は歌うけど歌わん子の方が多かった。私はね結構歌うの好きだったから
歌いたかったけど同調圧力で全然歌えなかった。おーハッピーデーくらいの音量だった。でも今はめっちゃ歌いたい。When Jesus falls ってこうやってやりたい今はね。なんで指揮者になったの。いやちょっとねその前後あんま覚えてないんだけどね。でも自分から言ったわけじゃない気がする。うん、あの歌むずくない。難しかった。面白話多いね。だって面白くはないんだけどね。そう。そんな感じですね。10年前は私中学校2年生でした。多分13歳14歳かな。次回の揃い部は全員参加の合唱で。え、私ファンの人と歌うってこと？謎すぎる。そうなんですよ。中学おきちゃんと同じ学校なんて羨ましい。いやー中学校ね、中学校ね、中学校はそんななんかいい思い出はあんまないですね。花だれは合唱曲アレンジできそう。え、花だれとかさめっちゃいいよね。瀬戸内の声とかもさなんか合唱コンクールの表題曲になってほしい。課題曲みたいな、あの願い事の持ち腐れみたいな感じで。良さそう。確かに。瀬戸内の声、瀬戸内の声昨日歌ったんだけど一部かな。なんかね私喉の調子がね本当にねこの期間でめっちゃ悪くなったんですよ。で瀬戸内の声を歌ってる時にもう多分なんか空気が気管の入っちゃいけないところに入ったんですよ。そうで、でも瀬戸内の声ってめっちゃ静かな曲じゃないですか。だからあ、ダメだって思ってよし歌うのをやめようって思って、あの全員でオールで歌ってたからもう一回歌うのをやめたんですよ。で喉を落ち着かせようって思って落ち着かせようとしたんですけど落ち着かなくて、でアウトロにちょっとだけ振りがあるんですけど、その振りでこういう感じでこうなんか手をこうすくう振りがあるんですよ。こうちょっと下を向いてその時によし落ち着かせようって思って深呼吸してよし顔上げるぞってなった時にその深呼吸した空気が本当に多分入っちゃいけないところに入ってこうやって本当にアウトロのだんだん音がなくなっていくところでうんうんみたいなもう咳が強制的に出ようとしてきたんですよ。あの自分からえほってするんじゃなくてあの強制的に喉からあの咳がでダメだここは今もうグリーンアリーナの何千人が静かにしてる時間だと思って口を閉じたんですよ。うんそしたらその咳がここでドゥン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 って行ったり来たりしたんですよ。咳がここをねずっとでドゥ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 ってなってね、もうねもう涙が死ぬほど出てきてもうねビートを刻んでました。そうでもね今日ねお話し会でね何人もの人にね
なんか感情こもってたねって言われてね、瀬戸内の声で、うんでしょって、そうだよねって、瀬戸内の声いつも感情込めて歌ってるよって、そう、でもね私死ぬんじゃないかと思ったステージ上で、もう本当にね、それがもうねずっと続いてるんですよだからね突然私があの猫が毛玉吐く時みたいにねドゥンドゥンカックンカックンし始めても、あの気にしないでください、うん、毛玉出た、大変だった本当に。そんな感じのこともありました。お大事に。いや本当にね、喉をちょっと安らかにさせないけん、頑張ります。今日は1時間くらいしたら終わろうかなって思ってるので、10時半からやってるから11時半にしたいと思います。よろしくお願いいたします。明日はね昼と夜ありますからね。うん、そんなに大丈夫、大丈夫です Thank you。 あと昨日ね、あの公演終わった後になんか、まあ、疲れてたんですけど、アニマルセラピーをしたいなって思って、あのひなさんの家のクシュちゃんを触らせてもらったんですよ。ひなさんの家に行って何人かで、もうねうさぎってめっちゃ可愛い、クシュちゃんロップイヤーっていうなんか垂れ耳のうさぎだったんだけど、結構大きくて、なんかえうさぎってこんなに大きいんだってくらい大きかったんだけど、ひなさんは大きくないよって堅くなに大きくないって言ってたんですけど、結構大きめのうさぎで可愛かった、めっちゃめっちゃね癒されました。モフモフだった、うさぎってね臭くないよって言ってて、えーってそのうさぎ水をねさせてもらいました。めっちゃいい匂いした、なんかもうお日様の匂い、うん、そうなんですよ。葵さんとかと行ったんだけど、まあ、葵さんはもうめっちゃ吸ってたうさぎ吸いそうなんです、よかった。なんでねだいぶねなんかアニマルセラピーのおかげもあって回復してますうさぎおいしかの山、うさぎおいしかの山、小学生の時にうさぎは食べないよみたいなくだりは絶対一回はやる日本の曲、ふるさと追っかけるのおいしね絶対に日本中の小学生が一人はやるふるさと、かの山
小舟吊りし鹿の川、夢は今も巡りて忘れがたきふるさと、つぶりに歌ったんこの曲本当に何年ぶり、懐かしすぎる。ふるさとっていう日本の曲、絶対になんか覚えないといけないよねこの曲なんか、歌詞覚えてるもんやで。今回短かったらね、小学生の音程まで上手いね違う、小学生の音程じゃなくて今この音程でしか声が出ないやばいやばい、うん、いい歌は記憶に残りやすい。え、わかる。なんか小学校の時に習った曲ってさ、なんか大人に聞いたら大人になって聞いたらめっちゃいい曲多い。私アンパンマンの歌詞とかめちゃくちゃなんか勇気づけられるんだけど、学校の校歌はさすがに覚えてない。中学校高校は覚えてないんですけど、小学校はなぜか覚えてますね。やっぱ6年間歌ってきたからかな。アンパンマンの曲めっちゃいい曲よ本当に。愛と勇気だけが友達って共感するよね。なんか深いビリーブ、わかる。ビリーブもいいいい曲や。何のために生まれて何をして生きるのかわからないまま終わる、そんなのは嫌だ。忘れないで夢をこぼさないで涙、だから君は飛ぶんだどこまでも。そうだ、カスカスよ声が。嬉しいんだ生きるよ共に、たとえ胸の傷が痛んでも。アンアンアンパンマン、優しい君は行け、みんなの夢守るため音程やばい天丼マンは哀愁がある。天丼マンね、天丼マンのソロはやばいよね全然全然チャララララ、よく覚えてんね。意外に覚えてるよ、歌ってみたら覚えてる ロールパンダちゃん推しロールパンダちゃんを推した人はね、あの ちっちゃい頃にロールパンダちゃん好きだった人はね、将来的にみんなオタクになるんよ、統計学。私もそうだった、闇のオタクになるんよ。そんな統計があります。そうです、ロールパンダちゃんはあの優しい心を持って生まれてくるはずだったメロンパンナちゃんのお姉ちゃんになるために生まれてきたはずだったのに、バイキンマンがいたずらをしたせいで悪い心と優しい心が両方あるっていう、あの闇の設定を抱えたキャラクターなので、
そんなロールパンダちゃんを好きになったら今後しんどい思いをするオタクが増えます。だからロールパンダちゃん好きになった人は大体綾波レイを好きになります。そういう統計学です、あの個人的主観メロンパンダちゃんしか知らなかった。そうよ、だからメロンパンダちゃんの後に生まれてきたにもかかわらずメロンパンダちゃんの姉っていう設定なんよ。アンパンマンのね、統計学に主観を入れちゃいかんごもっとも。うん、奥ちゃんエヴァ見てないだろエヴァ見てないです、エヴァは見てないです、エヴァは難しいので見てないですね。漫画は見たことあるんだけど、いろいろあるやつ、 Q とかそういうやつとかは見てないですねやばいやばい、あの適当に語ってるのがバレちゃう、バレちゃうバレちゃう。チュルチュ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 ルルチュチュ。ロールパンダちゃんにそんな深い設定があったんだ。そうよ。アンパンマン、もう最近あんまりアンパンマンとかクレヨンしんちゃんとかドラえもん見れてないな、見たいんだけど、なんか今見たら号泣しちゃいそう。うんうん、みきちゃんしんじくん好きじゃないだろう、好きじゃなさそうか。シンジ君別に嫌いでも好きでもないですよ。早飲め早飲め、なんか一時ねモノマネできそうだなって思ったんだけど、やってみたら全然似てなくてできなかった。なんかコツみたいなのを聞いたことがあって、それでやってみようと思った。綾波を早飲みって言ったらモノマネが似るって聞いてやってみたんだけど全然似てなくてびっくりなんかやり方をね教わったんよ、でもちょっとね似てなかったねちょっと無理そう、喉の調子も悪い、ちょっとお水飲もう。給水タイム、キャップ見せてあげよう結構似てた、嘘そう、全然似てなくない？キャップきたーって、ちょっとあれかな、いつもより若干ハスキーだからかなああとね、今日あの人生で初めてスイカゲームをやったんですよ。みちさんがねスイッチを持ってきてて、スイカゲームをやらせてくれて、休憩時間に初めてスイカゲームをやりました。楽しい、めっちゃ楽しかった。スイカゲームとはなんかオチゲーなんだけど、果物をなんか一個一個落としてってつなげてって、なんか最終的にスイカを作ったらいいみたいなやつなんだけど、スイカは作れなかった、その時間、休憩時間ないじゃん。パイナップルまでだった。単純さがいい、え、そう超単純なんだけど、なんか夢中で、無我夢中でやってる。本当にね、もうそのためだけにスイッチ買おうか迷ってる。でもなーって感じ、迷う。
でもな、私めっちゃゲームする方じゃないしな、あんまり。スイッチね、親にねあげちゃったんですよ。だからないんです。でもめっちゃ今ねスイカ作りたい気分なんか iPhone でもできない。 iPhone はあの海賊版だから全然違うんよね。親はスイカ作ってないの。いや親ねもうスイッチやってない気がするんだよな。なんかスイッチあげたのね、あつ森がめっちゃ全盛期の時だったから、あつ森したいって言うからあつ森のソフトと一緒にあげたんだけど、もうやってないんじゃないかな。返してくれないかなスイッチスイカゲームしたい迷う。そうめっちゃねなんか流行ってるイメージあるな。 STU ねスイカ作るの流行ってる今日ね初めてやって、もうあっという間に休憩時間が終わってびっくりでした。いいね、なんかしかも癒される、スイカが可愛くてうん、卒コンありがとう。こちらこそありがとう梨がかわいい癒されますスイカゲーム、うん、まあそんな感じかな最近の事情といえば。うん、最近何があるか変わったこと、あ、あとね、最近はなんかアマゾンの天ギフをもらったんですよ。あの仕事でニコ生で仕事した時に、で何買おうって思って、あのねスマホカメラにつなげれるあの耳かき買いました。だからカメラ見ながら耳掃除ができるやつなんですけど、あれを買いました めっちゃそう耳鼻科みたいな感じ。なかなか面白いです。そんなのある、そうそう、なんかアプリ入れて、なんかねでも中国のアプリないよね。だからねあまりねなんか説明書とかはねあんまな分からんかったんやけど、うん、でも普通にできました。一応日本語で書いてるアプリは、説明書はなんか中国語だったような気がするけど、録画するの、録画もできる、したことないけど、え、すごいよなんか、シュッ、もうリアルタイム、なんかラグなしのリアルタイム、写メ撮れるの、え、撮れる撮れる、うん、耳じゃなくても見れる、え、見れる見れる、あの耳掃除にカメラついてるから、耳掃除じゃない、耳かきにカメラついてるから、耳かきをこうやってやったら、あの自分が見える、あのスマホにこうやってこうこうやってやったらなんか不思議な感じするうん、最近はそんな感じですかね、買ったもの、うん、いいよ、
パイ道具確かにちょっとスパイっぽい。おいくらぐらい、おいくらぐらいやったかな、そんな高くないはずだけど、ちょっと忘れちゃった。3000円ぐらいかな、多分3000円か2000円ぐらいだった気がする。ちょっとあんまり、ちょっと前に買ったからあんまり覚えてないや。欲しい、いや、おすすめよ。犬かき好きな人はぜひうん、良き買い物、良き買い物だった。ふえいふえい突然のふえい。髪がボサボサやん、ちょっと良くないね。ちょっとボサボサじゃん。よし、よしじゃないけど、よしということにしておこう。近い、ちょっとねコンタクトね取っちゃったんよね。サービスタイム全然サービスタイムのつもりなかった。まあ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 、そういうことにしておきましょう今日はいい推しの日らしい。教えてもらったファンの人に、いい推しの日だって。1104、いいねなんか推しって言葉がこんなに普及してるんやなって感じ。おきちゃんがいい日ってこと、そうです、イエイ。なんか逆にいいファンの日とかも考えようかなって思ったけど、ちょっと語呂が見つかんなかったです。どうしたらいいんだろう、あんまりねちょっとわからなかった。ぜひいい推しの日に推しを見て終わってください一日をお水飲もう。幸せない、ありがとう。キャップタンなくなった。キャップタンね、ちょっとね片手がしんどかった、片手のみが。あと5分、あら早いね。終わりが近づいてきました。壇上読んで終わろうかな。寝る前に見えてよかった。いや本当よ、あ最近ね本当にね12時前に寝てなかったからね、今日はちょっと12時前に寝ちゃおうかなとか思っちゃったりなんかしてる思っちゃったりなんかしてます。イエーイ、楽しみ。なんかもう最近寝るのが楽しみに生きてる。今日もねなんか言ってたメンバーと、え今日の楽しみ何、え寝ること一緒っていう話をした。
早寝した次の日めっちゃ調子いい。そうなんよ、睡眠はやっぱりいいの。ニートかな、ニートじゃないけど、今日ツイッターでさ、もうめっちゃ名言やんっていうかさ、真理だなって思ったツイートがおすすめに流れてきてね。なんかニートの悪いところって、お金がなくなる、お金がたまらないってところ以外悪いところが何もないって書いてあって、体にいいことしかない。私もちょっと確かにって思ったおいとま、そうなんですね、あれよ、親とか家族に迷惑かけないタイプのニートね。でもマジで真理大事よ、人生のおいとまは皆さん ゆっくり休んでください。今日も、私もゆっくり休みたいと思います。今日は凪のおいとま、凪のおいとまドラマも見てたし漫画も読んでたあれ読んでると心臓がドキドキする、いろんな意味で。おきちゃんも今日の夜いいおいとまをありがとう、ゆっくり休みます。じゃあ壇上読もうかな、そろそろ。壇上を読みたいと思います。13位、エルマールさん。12位、トットさん。11位、白熊さん。10位、カズマリさん。9位、ジュンちゃん。8位、バンボシさん。7位、マッカさん。6位、アチャさん。5位、ゆるキャラアルコールさん。4位、ジェリーさんでした。13位から読めた皆さんありがとうございます。そして3位、セリアさん。2位、コウチャさん。1位がリュークさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。ちょっとね、タワーのお礼がまだできてなくてね、申し訳ないんだけど、少々お待ちください。ありがとうございました。早く紙を買いなさいって話よね。今日も大好きやで、ありがとう。話し会もありがとう。こちらこそ。そろそろ終わりたいと思います。明日公演、夜夜に公演よろしくお願いします。まあ3連休のラストなんでね、皆さんもゆっくり楽しんでくださいそれではそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。そして遅くなりましたが、11月もまたよろしくお願いします。今月もバイバーイ。3、2、1、ありがとうございます。